振り込め詐欺などの特殊詐欺被害を未然に防ごうと、女子大学生らが高齢者の自宅を訪問し、被害に遭わないよう呼びかけました。東京世田谷区の成城警察署管内では、特殊詐欺の被害が去年1年間で2億円に上り、前の年に比べて1億円ほど増加しています。こうした状況を受け、管内にある日本女子体育大学や成城大学などの女子大学生およそ30人が高齢者の自宅を訪れました。犯人からの電話に出ないのが一番なので、留守番電話を設定してくださいなどと注意を呼びかけるとともに、詐欺の被害防止を呼びかけるステッカーを玄関先などに貼りました。警視庁によりますと、去年東京都内では特殊詐欺が3500件ほど発生し、被害額はおよそ79億円に上っています。